今週さあ、さあ、今回もやってまいりましょう。弓道は面白い。早速、オーローで入りたいと思います。はい。無駄に元気が高いですね。はい。大体ね、こういうテンションに持ってくるのにね、すげえね、時間かかってます。はい。だからもうね、動画毎日撮るのはね、ダメですね。1日1本くらいですか、これは。はい、今回ですね、皆さんにまた役立つ情報をね、お届けしたいと思います。離れ。離れの練習方法について、ご紹介したいと思います。いや、さっきの挨拶でも力使っちゃったんで、もうちょっとね、喋る内容がもうないみたいな感じになってるんですけど、じゃあ頑張ってしまいました。今回の動画の内容ではですね、このチャンネルはですね、弓道の初心者やこれから上手くなりたいなと思っている人たちに役に立つ情報であったり、弓道の弓の生き方について私の指導経験をもとに、お話をしたいと思います。よろしければチャンネル登録といいねボタンの方をよろしくお願いします。さあ、今回はですね、この離れの練習法についてお話しするんですけども、離れで困ってる人っていると思うんですよ。なんか離れ出しにくいなと。それ一発で解決を教えますよ。一発ですよ。いいっすか、いいっすか、言っちゃっていいっすか。一発で解決方法があります。それがですね、離れの正確な動きっていうのを学んでいただければいいんですよ。正確な動きを学んでいただければいいです。それが何かっていうと、これだけはやってはいけませんよという動きがあります。これだけはやってはいけませんよという動きがありますので、それをやらないようにしてください。はい。これをやらないようにしていただければですね、非常に弓離れの動作っていうのがやりやすくなりますので、お話しいただきます。それが、内側にひねる動作。内側にひねる動作をやめてください。これをやめるだけでかなり離れっていうのが出しやすくなります。はい。だから弓道って何なのかって言ったら、こう弓引く動作なわけじゃないですか。で、弓道の世界で解ってあるじゃないですか。伸び合い、詰め合いとかって言うじゃないですか。まあ、伸び合い、詰め合いとか、まあ、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、でも、皆さんなんとなくですよ。なんとなく、伸び合い、詰め合いの言葉はよく分かんないが、伸び合いって、なんか腕の筋肉を伸ばせって言ってるように思いません？なんとなく思いません？そう。まあ、もしそうだとするならば、腕を内側にひねる運動って逆になるじゃないですか。腕のこう伸ばすことをやらなきゃいけないのに、ひねるって逆じゃないですか。だからダメじゃないですか、それだったら。って考えるに、おそらく、ひねるという動作は、離れの動作において、これ、逆に無駄になってしまうんじゃないかっていう話があって、実はそうなんです。実はそれは無駄になってしまうんです。なぜかというとですね、こういうふうに離れがあるわけですよね。これが、こうやって引いていくわけですよ。引いてって、これが、外に向くから、手首が外に向くから紐が取れるんです。これが、こう来てるやつが、外に向くから外れるんですよ。これを逆に内側にひねるってことですよ。こう動かすってことですよね。絶対取れないですよね。絶対取れないですよね、これ。こうやってやって。絶対取れないですよ、これだったら。だから、これでは離せないんです。だから、解決策は実は簡単で、離れは、右手首をひねるっていうのをやめていただければいいです。そして、この弓道で、なぜ弓道の世界って離れの時に右手首をひねりなさい。弓道の世界って、例えば、取り掛けとかで右手首をひねりなさいとかって言うじゃないですか。あれ、右手首ひねりなさいって言ってる人いるじゃないですか。で、そういうことを言う人って、離れの時にどうやって離れ出した方がいいんですかっていうと、右手首を外側に回せばいいんだっていう人ってね、あんまりいないです。あんま聞いたことないです。私は今まで30都道府県以上の弓道連盟の人たちがこう私のところに会ってきたですね、その弓道の話とか離れの話とかを聞いた感じ、外側にひねりなさいって言ってる先生って少ないです。なんとなく内側にひねれって言ってる人って離れの時に何て言うかっていうと、とにかく出せとか、とにかくバーンって話すんだって、急にね、なんか中島茂雄みたいな抽象的な表現になるわけですよ。どうでしょう、もっとこうバッてやらないととかって言うわけですよ。離れはガッてやらないと。うちの三重県に所属した時の当時の三重県の弓道連盟の初代会長さんも同じこと言ってるんだ。押し手はね、にゅるって動いて、ガーンって動くだろうって。もう全然意味わかんないから、お前らの言ってること。あ、すいません。お前らって言っちゃいました。申し訳ございません。以後、気をつけたいと思います。はい。ということでですね。離れっていうのは、右手首にひねりなさいっていうふうに言われるんだけど、なぜかそれがですね、離れになると急にね、離れは右手首をひねるんですかって言ったら、右手首ひねれって言ってる先生います。言ってる先生いるんだが、いるんだけども、じゃあどうやって話したらいいんですかって言ったら、それをね、うまく説明できる先生はいない。これなんでかっていうと、右手首をひねる動きをやること自体が、もうこの離れの動きに、
むしろ悪い方向に行ってるわけですよ。ていうかその回でもいい影響とあんまり及ばないんですよ。だって由美子って伸び合い続けなきゃいけないじゃないですか。ひねった状態で伸び合い続けたこれ肉離れ起きますよ。ある弓道の世界ではこれ脱臼起こった人もいます。あの京都では肉離れが起こってる人もいます。だから気をつけてくださいね。あの右手首ひねるっていうのはあの結構ねあの やっちゃダメです。弓道教師の教師七段の先生とか言ってても私は言います。絶対にやらないでください。教師七段の先生は弓を分かってないです。あの人たちはバカだから。あ、ごめんなさい、またバカって。もう本当にもうね、もうね、今のだけ、今のところだけカットしろよ。おいディレクター、今のところカットしろよ。絶対にカットしろよ。カットしろよ。また炎上するからな。じゃあすいません。あのっていう話なんですけども、とにかく右手首ってあんまひねっちゃダメです。ひねった状態で無理やり離したらですね、それで胸の筋肉がぶっちんできて肉離れを起こしてしまった人もいるし、脱臼を起こしてしまった講談者の方もいます。だからあんまりね、やらないようにしてください。はい、講談者に言われたとしてもそれはやらないでください。でこれね、なんでこういうふうに言われてきたかというとですね、おそらく私の推測ですよ、取り掛けの時は右手首ひねれっていう、離れの時は右手首をひねれという人もいらし、なんか言わなくてなんとなく抽象的になっちゃうのは、なんで離れの時にこういうふうに言わないのかっていうと、取り掛けの時にひねれっていう理由は分かるんです。それは鶴から親指が離れないようにするためにひねってくださいって言うんですよ。でもね、それを言っちゃうと離れでね、どういうふうに離せばいいのかって説明できないんですよ。だってそこでさ、例えば引いてて右手首を外側に回してくださいって言ったら、ちょっと待ってください、歪まれの時はひねれって言ったのにそれ戻すんですか、それじゃ戻さない方が良くないですかっていうふうに言われちゃうと矛盾しちゃうから分かんないわけですよ。でも実際これどうなのかっていうと、正解を言うとですね、ひねる必要ないんですよ本当は。はい、ひねる必要なくてですね、ひねらなくて大丈夫です。はい、でこれ例えば先生に、例えばひねってくださいって言われたら、ひねって打ち起こしするときに戻してあげればいいです。そうすればあの大体の先生はそういうところまでは見ないので、あのちょっとね、ひねり戻すだけで大丈夫です。これで離れは出しやすくなるんで大丈夫です。じゃあこっからですね、離れはじゃあどうやって出しゃいいのかっていう話なんですけども、離れの出す方法は右手首を外側に回せばいいです。そうすれば離れがスムーズになります。これね、こういうふうに弓を引いてって外に回せばいいです。で離れの練習はまず最初はですね、あのそんなに引かなくていいですよ。このぐらいにしといて、そこからこういうふうに、なんだったら見てもいいです。こうやって見て、あ、なるほどね、外に回せば大丈夫、取れるわって分かったら、こうやってやってって、で、だんだんこれが、こう離れ動作になっていくということなんですね。はい、こういうふうに、右手首は外に回すということを意識して、弓を引いていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、そういうふうにですね、右手首をひねるということを、まあ、極力やらないようにするだけでですね、離れ動作っていうのはかなりスムーズに行われるようになりますので、ぜひあのそこを意識して弓を引いていただくようにすればいいんじゃないかなという話でした。以上です。ありがとうございました。このね、外側に動かす、これね、ひねらないようにしてください。でね、このひねるっていう指導はね、実はね、弓道教本2巻の裏紙半紙が言っているから、右手首をひねれって言ってるんじゃないかなっていうふうに私は勝手に想像してるんですよね。例えば弓道教本2巻の解の説明、はい、解の説明にはですね、はい、浦上先生の、ここ解の先生の文章なんですけども、 右手を親指を内にひねりつつ引くようにしてくださいっていうふうに言ってるんですよ。で、ね、弓道連盟の社法の説明ってほぼこの壁流の浦上半紙から来ていること多いです。例えば天文図に弓当てなさいって言われたことありません、ね、天文図に弓当てなさいって言ってんの浦上先生なんですよ。で、これやることで何のメリットあんの、何のためにこれすんのっていう説明は、まあ、当然弓道教本には書いてないんですよ。で、ここでお話ししておきたいのは何かっていうとですね、まずね、浦上先生、斜面打ち起こしなんです。まず一つ目、浦上先生は斜面打ち起こしであることと、もう一つがですね、右手首ひねってなぜいいのか、なぜ右手首を、浦上堺藩主はですね、浦上先生は右手首をひねってもちゃんと出るかっていうと、この人は会の時間っていうのは短くてもいいって言ってる人なんです。その流派の中で会が長い、無駄に長いのは良くないと言われている流派っていうのがあって、その中の一人だったんじゃないかなと私は推測するんですよ。で、斜面で会が短くて、あとね、口割り高いんですよ、浦上先生って。だからその前提であれば右手首ひねっていいですよ。それはいいです。なんでかというと、
それだったら右手首ひねって離れた時にこういう風にできるから。ところが弓道連盟の弓の引き方って口割りって口に合わせないとダメですよね。でさらに斜面打ち起こしやらないですよね。その前提だったら果たしてこの浦上先生のこの右手首を内側にひねって口割りを高くして矢頃を待ってですね長離れを出すとかって言うんですけども、この考え方の離れが果たしてできるのかって言ったら疑問です。大多数の人たちは右手首をひねっている最中に右手に無駄に力が入ってしまった、離れが出なくなってしまった、それで腕を怪我してしまったり変なところに暴発をしてしまったりとかっていうことが起こってしまうので、ぜひ日本弓道連盟の指導者の皆さんは浦上栄藩士の前提を理解してから自分たちの弓の引き方の指導をちゃんとされた方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、その上でですね、例えばさっきの天文筋の話もちょっと言ってきますが、天文筋って斜面だから当てていいんですよ。天文筋は斜面だから当てていいんですよ。正面の人が天文筋に当てたらみんな手の内に力入っちゃいますよ。だから日本弓道連盟の先生ってみんな長野一水の内丈の広くてめちゃめちゃ薄いやつでしか押せないのは何でなのかっていうと、あれは正面直接天文筋当てて指先を曲げてやるんだと、あれしかないんですよ。でも、ね、あれは斜面だからいいんですよ。斜面だからいいんであって、果たして全日本弓道連盟のは正面直接ですよね。正面でやられるんだったら天文筋に耳当てない方がいいんじゃないのって私はこのままで思っております。ぜひ指導のやり方を書いていただければというふうに思います。はい、以上の内容でした。あ、でもね、こんなバカみたいバカだなと思ったら別に、ね、ディスってもらっても構わないんで、一個人の人間が言ってるんであって責任は後から取りません。以上でした。はい、今回の動画の内容が面白いなと思った場合はですね、チャンネル登録といいねボタンの方をよろしくお願いします。そして、さらにですね、次の後半の動画は何のお話をするかというとですね、この離れをスムーズにやるための練習方法となります。はい、これがねめちゃくちゃ役に立ちます。ぜひねこれをね1日そうですね10回もやるだけで綺麗にスムーズに出る離れっていうのは出すことは全然可能です。なので後半何のお話をするかっていうと、家でできる離れをスムーズに練習する方法でございます。これをね、ぜひ身につけていただければと思います。後半はですね、有料チャンネルでオンラインサロンに入っていただいている人にこれをご紹介したいと思いますので、この内容をちょっと勉強してみたいなと思った場合は、1ヶ月でいいので、ぜひね、その内容を手に入れて、こう持ち帰ってね、あなたの弓道人生をさらにバラ色の花のね、バラ色ダンディっていうんですか、漫画でありますよね。僕読んだことないかわかんないですけども、はい、そういうバラ色ダンディな弓道の日々を送っていただければと思います。以上です。どうもありがとうございました。